どうも、よいふけです。新女神転生4ファイナルの実況プレイです。今回はスティーブンを倒そうと思ってるんですけど、まあ、ステータス見ますか。レベルが129で HP が2000弱ですね。まあ大体みんなそんな感じなんだけども、これじゃ勝てなかったんだよね。あのね、全然ダメだった。まあ全く戦えないってわけじゃないんだけどね、HP 大幅に上回るダメージを受けて倒されたんで、あ、こう鍛え直したいかなと。まずはレベル上げたりとかですかね。まあこんな感じです。156、154、153とか、まあそんな感じ。まあこの4人でとりあえず行ってみようかなって感じですよね。で、まあ前回の収録では攻略を失敗して動画送られにしたんだけど、今回失敗したら動画上げると。だから動画上がってるからといって攻略が成功したとは限らないということですね。はい、じゃあこれ読みますか。ちょっと待ってね。依頼者スティーブン、これまで険しい道のりを歩んできた君に私から一つ依頼がある。今他の宇宙で君と同じように険しい道を進む救世主たちがいる。君には、彼らの道しるべになってほしいということらしいので、やろうじゃないかと。でね、あのかなり広大なダンジョンがあるんですけど、まあ、結構単調なんで、まあ、イベントだけピックアップして収録するみたいな感じにして、スティーブンの方に向かっていきたいかなと思いますね。はい、目覚めたか。わしは縁のオズノ。ここは金剛神海。お主から見れば魔界といったところか。さて、お主はまだ自分の役割を心得ていないようだな。まずはこの部屋を出てあの男に会え。そこでお主が呼ばれた理由を聞くがよい。この世界から抜けたいときは俺に家を元世界に返してやる。傷つき回復したいときは俺に家。まあ、せいぜい頑張ってくれや。前期と後期のデザインがいいですよね。うん、さあでは今回はこの男をねぶちのめそうと思ってんだけど半端じゃなく強いんで、最強の敵です、まさに。はい、いや、私が出した依頼を受けてくれたようだね。早速だが依頼の詳細を話そう。それほど猶予があるわけでもないのでね。今ここには君以外に4名流れ着いている者がいる。いずれも別の宇宙で君と同じように己の道を信じて進んでいる救世主だ。だが彼らの存在を警戒したヤーウェが彼らの道を無理やり閉ざそうとした。だから私は断りをねじ曲げ彼らをここへ呼ぶことにしたんだ。これはここに流れ着いている4人の救世主さんのうちの一人だ。彼は東京に投下された ICBM によってその肉体を失った。そして女神の努力の甲斐なくヤーウェに転生の糸を切られてしまった。なんとか魂だけは保護できたが、私にこれ以上の感謝は許されていない。他の3人も同様だ。肉体は失っていないが、今も金剛神海のどこかで戦っている。君には私に代わって彼らを元の世界へと導いてやってほしい。もし君が彼らを助けたいと思うのなら、私が断りを曲げてでも力を貸してあげよう。はい、助けますか。もちろん助けると。そう思うのだね。まずは今も戦っている3人の救世主を迎えに行ってくれたまえ。で、マップも踏破されてるね。でもイベント最初からなってるはずですんでね。まあじゃあやっていきますかね。はい、まず最初の部屋か。とりあえずこの辺の雑魚敵は精霊がいっぱいいる感じだね。まあ大したことはないか。なんでまあ収録もいいかなと思ってますね。はい、扉抜けた先では敵の軍勢に囲まれる一人の青年姿があった。はい、というわけで助けますかね。敵はね、ロー側の感じだね。加勢しますか。神2の主人公ですね。よし、よしやるか。まあとりあえずまあね、前哨戦みたいな感じですんで、まあこのぐらい余裕なんじゃないかなと思いますが、これ多分軍勢だよな。うん、秩序の軍勢って書いてありますね。じゃあまず引きつける話術、銃撃通るんだっけ。まあいいか。いや、会心入れていくかな。多分ね、入れなくても当たるんじゃないかなと思うんですけど。うん、
でもマタドールは一回でも外れると消えちゃうんで、監視入れていこう。アリラトはどうすかな、次へ回すか。いや次へ回してバズるで、まあまずは負けないと思うんで、このまま押していこう。ラスタキャンディダメージ的にはアリラトは結構やばいかな。まあまあまあ大丈夫か。いやミスった、相変わらずミスするのか。どうするか、やっぱり返し入れた方がいいのかな。まだ打っておく。よしにやったぞ。じゃマタドールの血のアンダルシア、うん、威力結構上がりましたよね。さすがにレベル150もいってますんでね。じゃあここで威圧とか入れるかな。威圧入れていきながらやりますか。ダズルレイ、ラストキャンディ2回入ったか。そろそろ消しておきたいか。あ、リラとか若干危ないか。じゃあいいや、ダズルレイ入れて回避率上がってんだよな。まあいいや、パップが攻撃する。マタドール、アンダルシア、あれデカジェレブリアか。じゃあランダマイザー少しずつ入れていくか。でもあともう少し決まるだろう。で3、いやマダンでいこう。マダン連打でいいか。いやミスった、やっぱ返し入れるべきかな。ここで迷子にされたくないよな。でもそろそろ決まらずなんだ。あともう少しだろ。マタドールはでも返し入れた方がいいかな。ランダマイザー入れて、クレオパトラ次に回してパップにまだ打たせるか。よしよし倒した。まあ、こんな感じの戦いがあといくつかあると。私は、はい、私は箱舟から放たれたメギドアークにより身を焼かれたはずだったのだが、なぜ私はここに。君は何か知ってるのかい。カクカクしかじか。うん、まあまたで後で会うってことだね。青い影を手に入れた。よし、じゃあまず回復を召し上がられたりしておくか。ではマップの今度は右側に行ってみるか。よし、これが2つ目の部屋だ。うん、かっこいい。そしたらかっこいいよ、やっぱり。はい、じゃあ加勢する。特艦、まあいいか。特艦か、そういうキャラじゃない気がするんだけど、まあいいや。じゃあ同じようにやりますか。話術かけて、まあ念のため返し入れていくか。今回は前回入れなくてあんまり振るわなかった感じだったけど、アリラとはどうするかな。ランナマイザー入れるべきなのかな。まあいいか、次の段階攻撃だ。あ、でもなんか魅了されてるじゃん。あ、ランダマイザー一回来たな。まあいや、消していかないといけないですよね。でもこの戦闘では多分負けないと思うんで大丈夫だと思いますけど。ハマ弱点か。
じゃあマタドールかアンダラシアを打つかテクンで打つかって感じか。まあ1回ぐらい大丈夫だろうって気がするんで。うお、すげえ10回ぐらい当たったよねいいですね。ランダマイザーを結構入ってるな。いいか、入れてっか。でクレオパトラタツルレイ、今回は楽に決まるんじゃないか。また通る、いいですね楽しいな。ラスタキャンディ一回入れておきましょう。あ、スマールチャージだ。何やってくるみたい。これ確かだよな、ダウン効果あるよな。よーし、いいぞ、物理効かないのだ。よし、一応開始入れてやっていきますか。でマタドールが開始入れて、あれやると次に回してしまうか。マイナス1でも大丈夫でしょ。よし、いいぞー。フォーターンでいけるかな。サミダル打ち。はい、アンダルシア。よーし。うん、やっぱり返し入れた方がいいかもな。でもスティーブン戦どうなるかなんだよな。俺は、はい、俺は核土を破壊した後、ルシファーに敗れて死んだはず。倒せなかったんだね。なんかパーティーにミドルのベタベタしたやつがいたりしたんじゃない。変なプレイしてなかったんじゃない。変なプレイしたんじゃないの。よし、あと一箇所どこかに。はい、これが三つ目のいやですね。メリン、なんかね、こっちのことわからないみたい。こう違う世界線のメリンみたいだね。よし、じゃあ助けてやろうじゃないかと。気をつけろ。よし、やるか。まあ戦術は変わらないかな。あ、よしよし、状態上効果あるな。よし、じゃあこのターンは開始。でも多分すぐ溶けちゃうよね、多分ね、前回の感じを見ていると。アリラとどうしようか。次へ回してクレオパトラにスマールチャージを入れさせるか。ムラムラしている。さすがクレオパトラ破壊力の高いボディをしてるからね。弱点銃撃か。今回あのね、3属性で攻撃するパーティーですね。ランダマイザーにするか、ラストキャーにするか。ダズルレイ、パワーピップンどうするか。でも弱点なんだよな。また打っていくか。よし、5000ダメージ、凄まじいですよね。よしよし、さあ次が結構問題なんだけど、なんか夢見てたんだ。僕は聖杯を希望で満たそうとしていたんだ。だがヨナタンの作ったダイヤバナであいつめじゃあニュートラルルートに入ったところでってことか。うん、よし、これで中央の部屋に戻るってことだね。まあ一旦帰ってきたと。残すはあと一人、彼の魂はスティーブンが保護している。はい、鍵を渡すと。
東の扉を通っていくがよい。スティーブンはその扉を抜けた先でお主が来るだ待っているだろう。気をつけろ。この敵ね、あ、精霊が出ますね。おたくらはここでまあね、積もる話もあるだろうからね、多分。はい、東のここのことはね、さあこの扉だな。はい、この扉ですね。確かね、連戦になったんだよな。だからここでセーブを取ると、まあ1回目はなんとかなるんだけど、2回目の戦闘で勝てなかったということですね、前回はね。今回は勝つよ。いや、はい、別の宇宙の救世主たちと合流することができたようだね。あとは私が保護している彼だけ。彼の名はザ・ヒーロー。彼は今魂だけの存在となっている。彼を元の姿に戻すには君の力が必要だ。何、そこまで難しい話ではないよ。いいかい、これで君は彼とつながった。君の感覚は彼の魂にフィードバックされる。さあ、君の持つ観測の力で彼にあるべき姿を与えるんだ。彼は君を観測して思い出すだろう。そして救世主として蘇る。そのために私も少しばかり協力しよう。さあ、彼の可能性を彼に見せてくれ。はい、人間に与えられている力は世界を変えることができる。準備はいいかい。それを彼の魂に示すんだ。行くよ。やりますかね。うん、とりあえずこれは まずはスマイルチャージ入れるかな。どういう風に攻めるべきか。とりあえずプラマイゼロに持ち込みたいですよね。どうする。まあ2ターンかけてもいいか。ここはパピプンは開始に入れて、でマタドールで解除していきましょう。まずはデカジャをかけておく。あれ、そっか、アリラとのラスタキャンディでこれで相殺できるか。これでプラマイゼロになった。これは何なんだ、エネルギー圧縮。これは物理か、多分な。これは万能属性の単体攻撃ですね。まあ大したことないと。まあこの戦闘ではね、まあまだね、話術かけておくか。で、クレオパトラにこのターンでできれば回したいね。で、会心入ってますんで、サメダレ打ち。まあここは多分ね、そこまで難しくないと思うんでね。で、防御マイナスになってますんで、またドールは会心入れる。アリラとは、まあラスターキャンディー入れながらかな。で、クレオパトラ、ダズルレイ。さあ次、ここでマダン入れておく。デクンダクかったな。うん、まあまだ大丈夫ですね。よし、では話術、入れるの早かったかな。パプ分開始に入れる。マトドールも開始入れないといけないから、ちょっと早かったか。タイミングちょっと早かった。待て待て、ハンダルシャ入れられるんだ。じゃあ大丈夫だ。そんなに遅いってことはない。よしよし、いいぞ。ありがとう。プラス2にするかな。ここは、いや、威圧入れとくか。それもありだよね。はい、ではスマイルチャージにするか、引きつける話術にするか。いや、次回してパック君がサメダル打ち。ここで一回割り込み、で組んだ、来る。行くよ。スマイルチャージ来る。ここで総裁かけないといかんな。まず防御下げるでしょ。で、パピプンがここでマガンを入れないとしょうがないと。で、マタドール攻撃する。うん、
はい、でこれどうするかな。できればパックに回したいよな。やつ入れる。クレオパトラ次へ回す。パピプン、マダン。よし。どうやら彼は君と私の戦いを観測し、自身の姿を取り戻せたようだね。二人の間に舞い降りた魂は人の形をかたどり、やがて血の通った体を形成する。これで全員揃ったかな。依頼ないよ。はい、彼は君の観測を通しなすべきことを再確認した。君は見事彼の道しるべとなったんだ。だが私はまだ満足していない。自重して、自重。なぜなら僕が君に依頼したのは彼らの道しるべとなってほしいだからね。わがまま、人知らわがまま。いや、役者が揃ったようだね。ここからですよ。立てたのかよっていう。それ車椅子はなくて、なんかこうね、移動のためのなんか便利なものだったんだね、きっとね。歩くのすらめんどくさかったみたいな感じだったのかもしれないね。はい、いつか人間が断りを超える可能性を秘めていると感じたからだ。だから君たちには私を納得させてほしい。断りを曲げてまで救う価値があったのだと。勝手な、勝手だ。人間が持つ価値を、可能性を私に証明してくれ。そして君たちがたどるはずだった歴史を取り戻してみせたまえ。全員でかかってくるといいだって。というわけで、まあ、ラスボス戦みたいにこう2つのパーティーをこう交互にという形になりますね。行くぞ。はい、というわけでこの戦闘マジできつい。全力で戦うの初めてだ。うまく手加減できないかもしれない。先に謝っておくよ。そのメガネぶっ壊してやるからな。ひび入れてやるからな。行くよ。先生後期。プログラム実行。全能力最低になりましたね。はい、じゃあ、まあ、かなりの長期戦になるんで、ここから先は次回にするということにしたいかなと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。